皆様おはようございます、えー、久しぶりの、えー、教会での安息日学校を始めたいと思いますでは、えー、早速あのテーマソングをお立ちになって一節だけ小声で皆さんで歌いたいと思います お祈りします天の父なる神様、今日私たちに安息日を与えてくださり、こうして共に安息日に集えましたことを感謝いたします。ここに集えない方もまだまだたくさんいらっしゃいますが、私たちは心を一つにして、この安息日を神様と共に豊かに過ごせますように。 どうぞ聖霊の神様、助けてください。また安息日を知らないたくさんの同胞が日本の地にいます、どうかその方々にもこの安息日の平安を体験できますように助けてください。これかからののの学びの中にに聖霊の神様が豊かに私たちを 教え導いてくださいますようにお願いいたしますこの祈りをイエス様のお名前を通してお祈りいたしますアーメン,ーメンどうぞご着席ください改めまして皆様おはようございますまた映像を通してご参加くださっている方おはようございます 今日久しぶりにこうして街道で少し多くの方と顔を合わせられまして本当に教会への交わりの大切さを痛感しております今日安息日学校奉仕をしてくださいます方はピアニスト中川優さんですそして司会は藤本です今日は特別賛美歌を加藤久子さんによって持たれますお願いいたします ありがとうございました。今日は久しぶりに再会ですけれども、10月の方の誕生者の方、またこれまで誕生日献金を捧げられなかった皆様のための誕生日献金を捧げる時としたいと思います。10月まで10月までの誕生者の方で献金のご用意のある方はどうぞ前に来て。 捧げてください。 それでは一言お祈りをいたします手にいらっしゃいます父なる神様安息日の朝を感謝いたしますまたこれまでの歩みをあなたが共にいてお伝えくださいましたことを感謝します誕生日をお迎えになられた皆様のまたこれからの来たる1年間の歩みをあなたが共にいてお伝えくださりまた皆様を聖別してお持ちくださいますように 皆様の歩みを通して、えー、あなたを深く知りまた死を明かしする歩みとなりますように皆様を祝福してくださることを感謝しこの祈りをエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン,ーメンそれでは、えー、暗句を行いたいいたと思います。 今週、暗証制クチャレンジして来,ます来られました方はどうぞお立ちください。それではまた、みな同じ例の食食物を食べ、 みな同じ霊の飲み物を飲んだすなわち彼らについてきた霊の岩から飲んだのであるがこの岩はキリストに他ならない第一コリント十の三四。ありがとうございましたそれでは皆様どうぞお立ちくださいそれではご一緒に3杯またみな 同じ例の食物を食べ皆同じ例の飲み物を飲んだすなわち彼らについてきた霊の岩から飲んだのであるがこの岩はキリストに他ならないコリント10-34ご着席ください今年はなかなか安息日学校では集まりませんが皆様どうぞ暗礁聖句そして聖書通読を にチャレンジしてみてください。まだまだ今年は時間がありますので、どうぞ頑張ってみてください。それではこれから聖書の学びの時間に移りますが、こちら街道クラスは近藤先生による講義クラスになります。講、えー、義クラスは今ちょっと持たれておりませんが、Zoom クラスはオンラインで行っております。 Zoom に参加ご希望の方はあらかじめ事務教会事務所の方にお問い合わせください。青年会は、支出で行いますのでどうぞ、えー、青年の方もそうでない方もご参加ください。それでは、クラスに分かれたいと思います。 それではお祈りをして聖書の学びに入りたいと思います一言お祈りいたします手にいらっしゃいます父なる神様安息の朝を感謝いたしますこれより新明期から学んでまいりますどうかあなたが共にいてお導きくださりまたここから大切な教訓を学ばせていただいてそこに生きることができるよう力を与えくださいこの祈りを主イエスキリストの皆によってお祈りいたします アーメン。今期はですね、新命期を学んでいく気になっております。新命記は非常に重要なあの場所の一つで、特にユダヤ教においてはですね、新命期の6章にある「起けイスラエルよ」っていうですね、この言葉以降のところがシェマーの祈りといってですね、あの毎回唱えられる祈りの言葉になっています。 また、新約聖書においても、新明記は非常に多く引用されています、イザヤ書新明記ですね、このあたりは非常に旧約聖書から、そして創世記もそうですけれども、引用されているあの旧約聖書の一つになっています。イエス様もですね、新明記の中の言葉を用いて、あの人はパンのみに生きるにあらずという有名な言葉は、これは新明記から来ている言葉です今日はですね。ね 2課のモーセによる歴史の教訓というふうにですね、題して、新明期の最初のところを学ぶようになっています。あの教訓ということでですね、過去の物語、そして過去の出来事だけではなくて、それを今の私たちの生活の中にも適応してです、ね、考えて取り組んでいくということは、すごく大切なことなんではないかなと思います。 そして新約聖書はですね旧約聖書でのイスラエルの活動あるいは歩みを振り返って私はどうあるべきかということも語っています。それがですね、あの暗証聖句のところです。まず暗証聖句、ご覧になってください。第1コリントの10章の3節、4節の言葉が用いられています。 また皆同じ霊の食物を食べ皆同じ霊の飲み物を飲んだすなわち彼らについてきた例の岩から飲んだのであるがこの岩はキリストにほかならない旧約聖書のです、ね、イスラエルの民の市内半島での歩みその中に出てくることをこれイエス・キリストと対比しているんですね、えー、新教約聖書ではです、ね、自分たちに離れずについてきた霊的な岩から といいう言葉が書いてあります離れずにずっとついてきてくださった。えー、旧約聖書を見ると昼は雲の柱夜は火の柱という形でこのイスラエルの民といつもあの神が共にいることを表していましたしそして、えー、聖女の中の死聖女の奥ではです、ね、神の栄光がそこに宿っていたとあって、えー、テントを張って祝英、えー、する時の一番真ん中に聖女が置かれていて。 その真ん中に神がですね臨在していたとあります、まあ、常に神が共にいてくださるっていうことがですね、まあ、ビジュアルな形でといったらいいでしょうかあの民に表されていたようなんですねそれがあのこの岩こそキリストだったのですというふうに「あの新約聖書」ではですね旧約からの,の物語対比して、えー、描かれています、まあ、こういうふういふにですね旧約のものもを 特にイエス・キリストの救いあるいはあの宮里と対比しながら見ていくというのをですねタイポロジーというようなふうに言います旧約の、まあ、例えばあの神殿での儀式なども実はイエス・キリストの救いを指し示している霊障と言いますかねそういうものなのだというふうに見るわけです、えー、コリントのですね10章の、えー、この 暗証聖句に使われている言葉のちょっと後半こんな風になっているんですねコリント・人,人への第一の手紙の10章の6節からのところですこのずっとついてきてくれた離れずついてきてくれた霊的な岩実はキリストだったにもかかわらず残念ながら彼らが御心にかなわなかったというのが5節に書いて その訳が書いてあります6節これらの出来事は私たちに対する警告であって彼らが悪を貪ったように私たちも悪を貪ることのないためなのである」と書いてあります。この旧約聖書の物語を警告としてパウロは捉えてコリントの教会の人たちにですねこれを教訓として、えー、生きるようにと呼びかけているわけですね。 このむさぼるという言葉ですね非常に強い言葉ですよね悪をむさぼるむさぼるというのはですねもう欲しい欲しい欲しいといってですね飽きることなく求め続けるというのがむさるというあの姿ですですから悪,が悪をです、ね、飽きることなく求め続けたというようなあの意味になりますその後にはいろいろ偶像礼拝の問題不道徳の問題 いろんなものがです、ね、あの挙げられていますけれども、今日はここは詳しくも見ませんけれども、えー、この物語、モーセがあの歴史を記録し、私たちに残してくれている、ここは本当に私たちの信仰の教訓として読まなきゃいけない、というふうにですね、あのパウロは、このコリントの手紙で,です、ね、コリントの教会人たちに語っているわけです。まあ、どうもですね、コリントの手紙を読むと、教会の中にいろんな問題があったようですね。 ここに上がっているのは偶像礼拝の問題や不貧困の問題といったものが、教会の中に起こっていたようです。それをあの過去からのイスラエルの経験をもう一回見直して、私もですねこの警告と受け取って、生き直さなきゃいけないというふうに呼びかけているわけです。さて、はですね少しモーセから学んでみたいと思います。そこでですねあの 最初のこの今週のテーマというところの12ページのところですねそこに書いてあるエンジョ・ホイトの有名な言葉ライフスケッチ196ページのですね言葉よくあの聞かれる言葉ですこれ大事だなと思いますね時に私たちあのきれいさっぱり過去を忘れてっていうような言葉があってですねあの過去を忘れるっていうようなことがあるんですが逆にこんなふうにエンジョ・ホイトは言っています お読みしたいいと思いますねこのライフスケッチのところです12ページの下の段のところですね。過去の歴史の中に今私たちが立っている場所へと続く一歩一歩の歩みを振り返るとき、まあ、今私たちが立っているというのは突然そこに立っているわけではなくてずっとこの歴史の流れの中でまた信仰が継承されていく流れの中でそれを何よりも神様のお導きの中で 今こここに立っているっているとうですねそれを忘れると私は神様の恵みを見失いますしあたかも自分で立っているかのような傲慢に陥ることだってあるんだろうと思うんですがそこ私が立っている場所へ続く一歩一歩の歩みを振り返るとき私は驚きとともに私を導かれるキリストへの信頼に満たされるのである私は キリストがどのように私たちを導かれたかを心に留め人の過去の歴史を通して語る主の教えを忘れない限り未来に恐れるものは何もないのである大事な言葉だなと思いますね私が過去の恵みを忘れてしまうとあたかも今起こっていることがですね初めてのことかのように、えー、戸惑い驚き動揺し、えー、あたふたしてしまうんですね でも過去からずっと神様はさまざまな経験をの中で支え、導き、乗り越えさせて、しかもただ乗り越えるだけじゃなくて、時にはです、ね、その困難を通しても信仰を育んでくださって、今に至っているということですね、これを思い出すということ、すごく大切だなと思います。さて、そのためにですねこの旧約聖書は私たちにさまざまなですね、 信仰の教訓そして神がいかに歴史の中で一人一人の人生の中で働かれたかということを私に教えてくれる書物ですしそのことを通してこのキリストへの信頼に満たされるそういうですね書物ですまた未来を恐れるものは何もないとあるようにですね未来に向けての希望につながるまたあの書ではないかなと思います では日曜日移ってみたいいと思います日日曜日ですね、モーセの働きというのが出てきます。13ページのところですね、ちょっと最初のところ読んでみます。聖書全体を通してモーセの存在は感じられます。 彼に関する記述は、出エジプト記二章二節まで出てきませんが、彼は創世記を書き、神の権威と人間の起源、なぜ人間は当時と同じように今も悪の中にいるのか、しかしなぜ私たちにはなお希望があるのかを語ります。とあります。今週1週間はですね、講演会で、山本哲也先生が、このまさにモーセが書いた一番最初の 書物創世記の一番最初のところですね天地創造のところからそしてノアの箱舟のところもですねお話しくださいました天地創造からこのノアの箱舟の物語一つ一つ見ると実はこれその後のですね再臨の時までの一つの縮図のようでもあります、まあ、そういう視点から後半私ちょっと宣伝になりますがあの天地創造から再臨にですね 後半はお話ししたいなというふうに思っておりますけれども、モーセが書き残してくれたこの5つの書物はですね、その後の人類の歴史をもですね暗示してくれる、また私の生き方についてですね、その中で生きる私たちにさまざまな示唆を与えてくれる書物です。確かにモーセの出番はですね、出エジプト記の2章2節からなんですが、おそらくですね、 モーセはいろんな資料、これまで語り継がれてきた資料などもですね、精霊の導きによって書かれたんだろうと思います。モーセの働き、いくつか挙げました。一つ、預言者として、神様のメッセージを神の民に伝えるという役割を果たしました。最初にですね、指定的ときの三章からの彼の証明の、 物語読むと戸惑っているところが出てきますあまり気乗りしてないんですよこの預言者としてまた指導者として立つことについてですねいろんな理由をつけていくのをためらってますねその一つに私口下手ですのでというような理由がありますあんまり喋るの上手じゃないんですよねというふうに言ってですねあのファラオの前に出ることをためらうんですね そうすると神様がですね、あのアロンをつけて、神様からモーセがメッセージをまろうと、モーセがさらにアロンに伝えて、アロンが雄弁に語るというような、非常に伝言ゲームのような形で、それでも行きなさいというふうに、助けて送ってですね、送り出していますね。そのように神からメッセージを受けた、あの預言者として、神様のメッセージを神の民に伝えるという、 働きをしましまたそしてまたこの5つの「盲セの御所」と呼われる書物も書き残して私どもにも信仰の遺産をですね残してくれています新命紀の十話書の十五節にはですね盲セに代わる別の預言者が後に送られるという約束も残していますこの約束を読んでユダヤ人たちはですね 救い主はこのモーセのような預言者というイメージを持ちました確かにイエス様はですねその後あの現れてですね実はこのモーセに言葉を与えたのは私だ彼を召したのも私だというふうに弱ネによる福井書の中を見ると私はあるというものというふうにご自分をおっしゃってですね実はモーセが指し示した後にあられる預言者としてご自分のことを明かしておられます そういう意味でもここはすごくまた、モーセからイエス様につながるところです。また指導者としてですね、神の民をあるべき方向へ奴隷から解放し、約束の地へ導いた人物です。あのモーセの姿を見ると、本当にあのリーダーとしての模範を学べるところです。 もうしょっちゅうあのイスラエルの民から文句を言われてますね、今日うはあで見ますけれども、民数記のところも、ですねいやあの私だったらもうとっくに切れてしまって、ですね好きなようにしてって言って、手放してしまうんじゃないかと思うんですが、彼は忍耐強く導きますね、その秘訣はですね、あの祈りです。 紀藤会でも一緒に学んだんですが、モーセはいつもですね文句を言われて批判を受けるとあの、言われたことを言って返すというような形ですね、こういうやり取りをせず、まず神様に祈ってるんですね、こんな風に言われたんですけども、神様どうしたらよろしいでしょうか、時には自分の,あの気持ちも赤裸々に打ち明けながら、神様からの指示を仰いでいます。これは指導者としての大切な あの姿だなと思いますそして歴史家としてですね、えー、過去の信仰の遺産をまとめて5つの書にしたためていますもちろん直接神様からあのメッセージをもらった部分もあるだろうと思いますしあるいは10階のように神様ご自身が石の板に刻んでくださってそれをモーセに渡して彼,彼が持っていくっていうこともしています非常に多様な形で。 神様はですね彼にメッセージを伝えていますけれども、おそらくこの過去の信仰の遺産、口伝えでずっと伝えられてきた信仰の物語も、精霊の導きが与えられて、その導きの中で彼はこの5つの書を書き綴ったんだろうと思います。時にはこうビジョンを通して、おそらくあの指示を与えられたところもきっとあっただろうと思います。このような形でですねモーセは 神様から導かれて多様な働きをいたします本当に彼の働きは多忙だっただろうなと思いますなのであの聖書を読んでいくと後にですねエテロがあなた一人でそんなに抱えたら大変でしょうというのであの民の中に住人の長だったりですね長をつけて組織立っていくということをあのアドバイスしていますこれはもう今日の後のところに出てきますね 何よりもこの指導者としてモーセの働きで大切なと思ったのは今日の聖書の言葉に出てくる鳥なしの祈りです。この祈りの姿がまたイエス様を証ししています。問い位置のところで金の牛の恐ろしい罪の後にですね、神とモーセが交わした会話が記録されていて一生懸命モーセが神様に向かって 民の罪の取りなしをし一緒にこれからも民と歩んでくださるように求めているところが出てきます。その一部をご紹介したいと思います。「出エジプト記の32章の31三32節のところですね。モーセは主のもとに帰ってそして言った「ああ、この民は大いなる罪を犯し」。 自分のために金の神を作りました。今もしあなたが彼らの罪を許されますならば、しかしもしかなわなければ、どうぞあなたが書き記された文から私の名を消し去ってください。私が救われる代わりにこの民をなんとか救い導いてもらえないでしょうか。というふうにですね、あの神様にお願いしているんですね。 このようなリーダーを持った民ってなんと幸せだろうかと思いますね、本当に。私利私欲でですね動かない民、あのリーダーがですね、民に与えられているということです。この民のためなら命を惜しまない、そういう、モーセれリーダーだったということです。そのの前ににはですねイスラエルの民にもしかしかたら あの神様にお願いして贖い贖いをお願いすることができるかもしれないというふうにあの言って出かけています。その民に語っている言葉の中にはですね。自分の救いを放棄するという覚悟。あったん。覚悟があったんじゃないかと思うんですね。この贖いというのは、誰かの負債を代わりにあるいは罪の償いを誰かの代わりに追うっていうことが。 意味されていますそしてその負債あるいは償いの義務からその人を自由の身に解放してあげるっていう意味がこの「あがなう」っていう言葉にはありますそれはまた「許し」を意味していますしかもこの民はですねいつもぶつぶつつぶやいてモーセとアランを批判した民なんですよねなかなかくそんな気持ちにはなれないんだろうなと 普通は思います私だったらといつも思ってしまうんですが読みながらですね「それあんたたちの責任でしょう」って言いたくなる突き放したくなるところなんですがあのモーセはそう言わずにですね神に向き合って鳥なしのの祈りをこの世に捧げるんですねそれは本当に十字架の上で、えー、彼らの罪をお許しください。 彼らは何をしているのかわからないのですと祈ったそのイエス様の姿をこう思い起こさせる姿だなと思いますえ今日の,あの聖書ガイドにもペテロの手紙が載っておりましたので、えー、パワーポイントにも載せておきましたさらに私たちが罪に死に義に生きるために十字架にかかって私たちの罪をご自分の身に追われた 実際神様はですね、盲セに追わせることはなさらなかったわけです、追わせられないと言いますかね、本当に身代わりになれるお方は、このイエス・キリストのみです、そういう意味で、イエス様が私の罪を負ってくださいました、モーセはですね、そのイエス様の姿をも、少しこう私たちにかい見させてくださる、くれるです、ね、そんなリーダーですね。 さて次にですね月曜日いきたいと思いますけれども、新明記の一章のところがですね挙げられておりました、新明記の一章のところ、皆様、お開きになってください。月曜日はですね、成就した予言というふうになっています。 特にですね、3節の第40年の11月となり、その月の1日にモーセはイスラエルの人々に向かって、主が彼らのため、彼に授けられた命令をことごとく告げたとあります。この40年というあの期間、まあ、いよいよこれから、えー、約束の地に入る、入ろうとするその手前にいるわけですね。 それまでもうすでに40年がエジプトを出てから過ぎ去っていたわけなんですがこの40年には意味があります。このように書いてあります、民数記の中にですねあなた方はかの地を探った40日の日数に従いそのいちいちを1年として40年の間自分の罪を負い私があなた方を遠ざかったことを知るであろうというふうにですね、これ民数記の中に出てくる言葉です。で、ね、また あのカデシバルネアでの失敗のところで詳しく見ていきますが本来ならもっと早く入れないことはなかったはずなんですねところが、えー、カナンにいる人々を恐れたんですね、えー、目の前にいるカナンの人々を恐れ神がいつも彼らの前に立って進んで下っていることを見なかったんですね、まあ、そのために怯えて彼は立ち止まってしまいました その結果がこの一日を1年とし40年の間入れないよというような神様のですねあの予言になったわけですこれを見ると確かにですねこの40年がナイ半島で過ぎ去っていきました神様の言葉の確かさはですね私どもがあの象徴的な期間をあの 見る一日を一年とするっていうことの根拠となっている聖句のこれは一つです。神様が先を見てですね計画をもって導いておられるっていうことをここで学ぶことができます。それはただにですね罰として40年は入れさせんと言っただけではなくて、えー、イスラエルの民の状況そして周りの民の状況こういったことをみんな見ながら神様はこの期間を、えー 定められれたようなんですねそれはそはのの後のまたアモリ人のとところで見たたいと思い思まますまた私たちもですねダニエル書の予言ごとに8章9章の予言もそうなんですけれどもこの予言の探求から一日を一年としてというところからですね再臨運動につながりそして私の教会が終わりの時代に生きていることそしてその終わりの時代に使命が与えられているっていうことを聖書から受け取りました。 何よりもこのように旧約聖書の神様の約束がですね、果たされていく姿を見ることで、確かに神様は約束された通り、そのご計画を果たされる方だっていうことを、私は知ることができるんではないかなと思います。それではですね、次のですね火曜日のところに移りたいと思いますが、しかしこの40年、ただ、あのぶらぶらとですね、 降ろしただけでもなかったようなんですよ。ちょっと地図を、あの紹介しておきました。えー、このシナヘアンとことこう、うろ,うろ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 して回ったようなんですね。ちょうどこう、地図のこう、くるっとこう。三角のループになっている、その三角の上のあたり、その辺が、あのカデシュ、バルネアという場所です。 ここで先ほど話したようなです、ね、民数記の13章14章の章章事件が起こりますそこでまたためらって動かずです、ね、時間を過ごすわけなんですが、えー、その期間ですねただどんどんこう民が放浪し消耗して1人減り2人減り3人減りでどんどん減っていって気が付くとほとんど誰もいなくなったという状況になったわけではなかったようなんですね。 モーセの祝福の祈りが神明期の章あ1一章の11節のところに出てきます。どうぞあなた方の先祖の神、主があなた方を今あるより千倍も多くしてまたあなた方に約束されたようにあなた方を恵んでくださるようにというんですね、増やして、 神様は恵んでくださいますようにと祈っています神様はこの中でもずっとですね,彼らを養うんですねもちろんあのエジプトから出てきた初代の人々はこの40年の間で世代交代して次の世代になって新しい世代がこの約束の地に入っていくことにはなるんですけれどもしかしですね決して民は衰え 少なくなっていってですねごくわずかな寂しい限りの人々が入ったっていうわけではないようなんですね神様はその中にあっても民を養い導きましたその数をですね減らすことなく彼らをですね約束の地に導くんですねこれはあの講演会でもご紹介したいと思っているんですね2日目の夜にですねイスラエルの歴史を見てもそうなんです 例えばバビロン捕囚であの連れて行かれますね人々がそこで皆散り散りになっていってあのバビロンの中に吸収されて民のアイデンティティを失って消え去ったかというとそうじゃないんですねエレミアを通して特に29章ですけれどもあの送られたその場所でしっかり結婚し子供を産み民を減らすことなく 増やせと言っていますそしてそれだけじゃなくてそこで生活しているあの人々の平和を求めて祈りなさいと言ってるんですねなぜかっていうと将来また神が約束の地に戻すので諦めずにそこでしっかり生きなさい苦難の中にあっても生きよというふうに呼びかけるんですね神様はですねこういう状況の中にあってもしかも 民の過ちからこの足踏みすするんですよねそれでもなおですね計画を持って導いて約束の地に導こうとされる方なんですねしかもこのように恵みを与え減らすことなく養ってくださるということです、まあ、今私たちもなかなか集まれず厳しい状況ではありますけれども神様はきっと皆様それぞれにあってですね養ってくださってまたですね新たな歩みをさせてくださるんじゃないかと。 私は神様に期待を持っておりますさらにですねそれだけではなくて民が増えていく中での神様は組織づくりもなさっていますこの後のところにもあるようにですね12節に 神明の1章の12節ですね私一人でどうしてあなた方を追いあなた方の重荷とあなた方の争いを処理することができようかあなた方はおのの部族ごとに知恵があり知識があって人に知られている人々を選び出しなさい私はその人々をあなた方の頭とするであろう部族ごとにですね民の問題を裁く人を選出していくように といっ例えばここにですねあのリーダーとして選ぶべきまあ何て言いますか素、ね、質ってこういうものを持っている人を選びなさいよというふうに言っているわけなんですがこの「人に知られている人々」と訳されている言葉他の役ではですね「賢明で資料深く」とかですね「経験に富む」とかですねいろんな役がなされています。 それぞれまた違う役で読むとあのまた学びになりますねまた知恵と悟りと知識を持っている人々というような役になっている聖書もありますこういう人を選,人あの選出するようにといって1000人100人50人10人の長を立ててですねそれぞれこうその場所にあってその人々のレベルでといいますかね 解決できる問題はその中で解決し、さらに上に上げなきゃいけない場合は上に上げてというふうに、問題を解決していくように、また権威を異常していくようにですね、働きをまた分担していくように、組織化していきます。で、柔軟説見るとですね、砂漠にあたっての注意事項が書いてあります。これは私たちにとっても大事なことですね。家庭ににおおいいいててももあるいは教会の役員においても 何よりも私に自身にもこれ言って聞かせなきゃいけない大事な砂漠にあたって問題を解決するにあたっての <laughs> 注意事項です。<laughs> 柔軟説からの言葉を <laughs> まとめてみるとですね人を偏り見ない小さいものにも大いなるものにも偏り見ないで平等に判断するように。 ともすると時に声の大きい人影響力の大きい人に耳を傾けがちだったりしますけど偏り見ないようにということが挙げられていますそして人の顔を恐れてはならないって書いたということが出てきますついついあの人の目人の評価が気になってしまって誤った判断をしてしまうポピュリズムに流行ったあの走ってしまったりするわけですねみんんなが望んでることを 選んでしまうでもこのイスラエルのためのこのモーセーが引き連れて,ているあの物語を読んでいくとみんなが望んでいることは神が望むことじゃないんですねその大きな過ちの一つが先ほどの出てきた金の格子を作ってしまったという問題ですアロンはみんなが望んでいることをやってしまったんですね必ずしもみんなが望むことが神が望まれることではないということです 日本人はよく言いますね、赤信号をみんなで渡れば怖くないっていうですね、それは真理じゃないっていうことです。裁きは神のことなので、神に心を向けて、神様が何を望むかということを考えなきゃいけないということですね。もう一つですねあの、リーダーたちに対して、難しいことがあったら遠慮なく私に行ってください、もう背がアドバイスします。これも特にです、ね、私、牧師として学べることだな。 ただ皆さんの教会の役員のリーダーに任せっぱなしにするんではなくて一緒に考えていきましょうというふうにですねリーダーをまたサポートするリーダーが必要だなというふうに思いますこう見るとですねあの旧約聖書の,あのモーセのこの神明記から組織化することまた組織のリーダーがどんなことを心に留めてリーダーとしてあのいろんな問題を判断していかなきゃいけないのかっていうこと いい模範として学べあの実際こんな分厚い本で、あの聖書におけるリーダーシップっていう本もアメリカではあるぐらいなんですね、その中のかなりの分量でモーセはあのリーダーシップを学べるいいですね、模範になっています。さて、水曜日に後半に移りたいと思いますが、ここはですね、あの失敗が描かれています。 カデシ・バルネアという場所ですね、先ほどもちょっとご紹介いたしましたけれども、これでいいのかな。この,この辺です、この辺、この辺りです、ねあ、ここです、カデシ・バルネアってですね、本当にもうこの,あのカナン、今のパ,あのパレスチナ地方の南の辺りです、すぐ目の前に来てたんですね。ところが、あの、 物語をかいつまんで見ますとあの各部族のからですね石膏スパイを送ってこの土地を確認しに行ったわけですどうもですねこの二人で棒に乗せて担ぐぐらいの大きなぶどうの房があったというふうに出てたりしますね父と蜜の流れるところといって豊かだそこは良かったんですしかしあの強大な 民がいてこれはとてもじゃないですが私たち入っていけませんよと、えー、口々にですね12人の石このうちの10人がそれを言ったわけですね、えー、少し民数記のですね14章を開けてみたいと思いますその,あの石膏たちの話を聞いて民がどうなったかでも2人の石こヨシアとカレブはですねいやいや 神様が共にいるんだから入っていきましょうというふうに神が約束してるんだったら入りましょうというふうにですね言うわけなんですね。13章の終わりの方にそれが出てくるんですけどしかし残念ながら少数の意見はあの聞かれなかったようなんですね。他の住人たちの,あの言葉に民は嘆きます。 十四章のところを見ると、ですね一節を見ると、こう書いてあります、そこで改宗は皆声を上げて叫び、民はその夜、泣き明かした、ようやく荒野でのですね生活終わって入れるぞと思ったけれども、これは無理と聞いたとたんですね、後ろはエジプト、前はまだ何か巨人もいるような、あの強大な民がいる。 どこ行ったらいいのかっていうのでみんな泣き明かしたっていうんですねそしてこのあとのですここに挙げてあるとおりですまたイスラエルの人々は皆モーセとアロンに向かってつぶやき全海舟は彼らに言った「あ,あ私たちはエジプトの国で死んでいたらよかったのにこの荒野で死んでいたらよかったのに」 何故しは私たちをこの地に連れてきて剣に倒れさせまた私たちの妻子を餌食とされるのであろうかエジプトに帰る方がむしろよいではないかまたエジプトの奴隷に戻ろうって言い始める人たちが出たっていうことですねでしかもですね4節見るともうモーセとアロンいらないっていうんですね 彼らは互いに言った。私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろうこれつらかったでしょうねモーセとアロンここまで一生懸命忍耐してイスラエルの民を導いたにもかかわらずもういりませんあなたたち新しいたリーダーを立てて帰りましょうって言い始めたっていうんですねそれでですね5説見るとそこでモーセとアロンはイスラエルの人々の全改収の前で ひれ伏したとあるんですよどんな思いだっただろうなと思います彼らの前でひれ伏したと言うんですよモーセとアロンが本当に悲しかっただろうなと思います辛かっただろうなと思いますそれでですねあの神様はですね、えー モーセに言うわけですそれはこの後の十一節間のところなんですねこの「ーセとアロンにブツブツ文句言ったのは決してですねこの「ーセとアロンの問題だけなくて彼らを立てた神に対するあの敵対であり侮りだというふうに言います十一節間のところですねこれに書いてありますね 主はモーセに言われたこの民はいつまで私を侮るのか私が諸々のしるしを彼らのうちに行ったのに彼らはいつまで私を信じないのか私は疫病を持って彼らを打ち滅ぼしあなたを彼らよりも大いなる強い国民としよう,もうこの民を全部諦めてモーセから新しい民を始めようかとまで。 神様は言うんですねこれ本当に私に考えされることですね私が誰かにぶつぶつ言ったりするのはこれもうひょっとするとこれその人にというよりもその人を立てた神様に対するつぶやきだったりするかもしれませんね。しかも「これまでもろもろのしるしを行ったのに」と書いてあります。 この40年間のですね、ああ、40年、こんなのところでまだ40年経ってないと思いますけども、長い歩みの中で、神様がなさってきた、それを忘れてるんですよ、歴史を忘れてるんです。ここでやはり歴史を忘れない、これまでの神様のなさってくださったたくさんのですね、あのお助け、また恵みを忘れてはいけないっていうこと。 ここに反面共通してて描かれ賛美歌にありますよね「数えてみよ主の恵み」という歌があるように本当に私忘れてはいけないですね忘れるので神様を信頼できなくなって目の前にある問題課題ばかりが大きくなってしまってですねああダメだめだとしょげてしまうんですねこれはあの過去のイスラエルの民だけではなくてイエス様の弟子もそうですよ イエス様がこれまでなさったことをすっかり忘れて目の前にある何か大きな問題課題について「あダメだ」というふうなことでイエス様が信仰の薄い者たちをというふうにですねあの話される場面が幾度も出てきますね福音書の中にもこの神様からの恵みこの聖書の中に書かれていることも含めて私個人の生活の中で 受けたたくさんの神様の導き恵みを決して忘れてはいけないですねそこでモーセは祈ります14章のこの後のところですねこの祈りからまたりなしの祈りということをすごく学べるところではないかなと思います 15節16節のところを読んでいますね「今もしあなたがこの民の一人残らず殺されるならばあなたのことを聞いた国民は語って主は与えると誓った地にこの民を導き入れることができなかったため彼らを荒野で殺したのだ」と言うでしょうどうぞあなたが約束されたように今主の大いなる力を表してください 祈ったこの取りなした罪を許しもう一度この民を忍耐強く導いてくださいとお願いしたわけの一つはですね神の証の証ためにっていうことですこの民のこと以上に神様の証しのためにこのまま見捨てになったらイスラエルの民の神と周りの人々に知られていたあなたの証しにならないじゃないですか。 と訴えてるんです、ね、この神はあの新しい地に入れると言ったのに力なくこの民を導き入れられなかったから放置したんだな荒野で殺したんだな、まあ、この程度の神だなと周りの民族たちは見るに違いないでしょう。主の証しのためにぜひお見捨てにならないでくださいということです。 今日の聖書のガイドの中にもですね、こういうふうなことを考えるならば、ということで16ページの一番下の段のところですね、こんなふうに書いてあります。言い換えれば私たちはここに聖書全体を貫くテーマを見るのです。それは 神の栄光はその民によって表されるという思想です神の栄光と慈しみそして愛と力はその民を通して神がなさることによって神の教会の中に表されなければなりません。と書いてあります。もちろんですね神様を表せるように精霊を送ってくださり私に働きかけて 力も与えてくださるんですけれども、例えばイエス様もおっしゃってますね、あの山の上の説教、三章数行で、また五章の十六節に、人々があなた方の良い行いを見て天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさいという言葉があります。神の民によって神が明かしされるということですね。 それはその民がすごく優秀で素晴らしかったから証しにふさわしくて用いられるではないようなんですね。この,後のあの新明記を見てもですねむしろあなた方は弱く小さい民だったしかし神様の愛のゆえにアブラハム先祖たちにへの約束のゆえにあなたをあなた方をエジプトから導き出したというふうに新明記多分8章だったと思いますけども、えー、えあ7章かな書いてあったと思います。 そのような小さな民をも神様を起こし育み神様のご栄光を表すものとしてお持ちくださるということですね私もこのようにモーセの祈りにあるように祈ってですね私たちをも神のご栄光のためにお持ちくださいと祈れたらいいなと思いますさらにですね 後半こんな風にも祈りますあなたはかつて主は怒ることを恐るく慈しみに富み罪と咎厳を許す者しかし罰すべき者は決して許さず父の罪を子に報いて34代に及ぼすものであると言われましたどうぞあなたの大いなる慈しみによってエジプトからこの方今に至るまでこの民を許されたようにこの民の罪をお許しください」。 これあの過去の先ほどの金の格子牛をです、ね、拝んだ後にモーセが懇願してその後神様のご性質がモーセに表された時の言葉をそのまま思い出して語っているところです。鳥なしの祈りの大事なですね学べるところ、モーセからのですね、鳥なしの祈り。一つは神様のご性質を覚えて許しを求めて祈るということです。ななぜこんな過ちを犯しても 許していただけませんかと祈れるかというと私が許されるにふさわしいものだったからではなくてむしろ神様が怒りこと遅く慈しみに富み罪と咎を許す哀れみ深い方だからこんなことやっちゃったんですがしかしあなたのご性質を覚え許していただけませんかと祈るということです。今の私たちには イエス様の十字架に表された神様の許さ愛を覚えて祈ることが許しを求めて祈ることが許されてますねあるいは誰かの罪を取りなして祈ることが許されていますこれモーセの祈りから学べる大事なポイントだと思います過去の恵みを思い起こしそしてまた神様のご栄光のために祈ることそして神様のご性質がどのようなものであったかを 覚えて許しを求めて祈るっていうことですさて最後短い残りの時間で、えー、木曜日のところお話したいと思いますアモリ人の罪っていうことですねアモリ人ってどういう人々か、えー、どうもカナンの産地ヨルダン川の沿いのですね西東の両沿い川沿いあたりを支配していたハムの末裔のようです、えー、しかもですねもう少しこの、えー 先ほどの彼氏バルネアの少し上の辺りのエリアにもいたようです。アモスの2章の九節にこんな言葉もあるんですね。先に私はアモリ人を彼らの前から滅ぼした。これはその高きこと、琥珀のようであり、その強いこと、菓子の木のようであったが、私はその上の身と下の根とを滅ぼした。後のようにですね、アモスの中にこんな言葉が出てきます。でアモリ人、馬車のオグのベッドがですね、 この大きさだったという記録が妄想の中に出てくるんですよ、神明記の中に。長さ9キピと幅4キピとピいた大体1キピとか四45センチだそうです。それで計算すると、このオグのベッドが長さ4メーター、幅1.8メーターのベッドだったっていうんですね、どんだけでかいのかと思いますね。まあ、そ,それより人ま回り小さいとはいえ、3メーター以上あったんじゃないか。っていうようなですね。 王様相当大きな人物だったんじゃないか、まあ、そんなものがそびえ立ってですねあの前に立ちはだかられたら臆しちゃいますよ、ね、昔あの有名な申し訳ないですプロレスラーでジャイアント馬場さんという方がいらっしゃいましたけどもみんなジャイアント馬場さんみたい人したらずらーっと並んでですね兵隊が並んでたらちょっとい,いけないなっていう思いになりますねあるいはゴリアテみたいな人たちがずらーっと並んでたとしたらですね また、カナン人とアモリ人を同義語のように、聖書の中で扱ってたりするようです。こういう人々の前で、ですねあの彼らを臆したようなんですが、なぜここで今日の木曜日で出てくる問題は、これ、彼らを滅ぼし尽くせと言ったか、その後、義明において、ですねヨシアによって滅ぼされます。 創世紀の15章の16節にこんな言葉があるんです。4代目になって彼らがここに帰ってくるでしょう。これは後のアブラハムの子孫、イスラエルの民がまたこのカナンの地に戻ってくると言います。アブラハムがいた場所、ここはアモリ人のいたマムレの木陰だったりするわけなんですが、そこに戻ってくるというんですね。なぜかこの長い期間、400年という言葉もありますが、 そのの理由はアモリ人の悪がまだ満ちないいからでですすと書いてあるんですどうもですねあの神様はこのアモり人にはアモり人の絵の導きをしながらも拒んでいってその悪が満ちていくもうここまでという期間がを見ておられたようなんですねそれはですね決してあモり人だけでなくて洪水の場合もそうです。 主は人の悪が地にはびこりすべてその心に思いはかることがいつも悪いことばかりであるのを見られたずっと神が働き呼びかけノアを通しても働きかけてしかし最終的にはその心に思いはかることがいつも悪いことばかりだと見て最終的に判断をなさいますソドモとゴラマラの場合もそうです神様はですね アブラハムとヤブが一生懸命やりとして十人の正しい人がいたら滅ぼさないでくださいと言ったら滅ぼさないと言ってくれますでも最終的にその数もいなかったのでソドモとゴモラは滅ぼされますしかしみんな滅ぼされたかというとそうではなくて神に従うロトの家族は救い出されるんですね十歩からげてみんな,あのなんて言います道連れにはなさらなかったんですねこう見るとですね 神様は、あるいは神様だけがと言ったわけがいいです。もうこれ以上伸ばしても、もはや悔い改める余地がないということがを判断なされるということですね。逆言うならば、人間が勝手に判断して、こいつら滅ぼせという民族を駆逐するようなことは、決して人間はやってはいけないということなんです。 神の身が一人一人の心の中にあってこの先どうなるのかこれ以上もはや働いたとしても悔い改めないのかどうかというのを判断なし得るっていうことですそして神様はたとえ滅ぼそうとされても救われる人を必ず救い出す方だっていうことを学ぶことができます非常に難しいテーマですけれども。 しかも神様はざまみろじゃないんです。心を痛めるんですよ。ノアの箱舟においても。心を痛めたとあります。この判断をするにあたってもですね。イエス様を通して示される神様の思いも、今日の説教でお話したいと思います。痛められる方です。本当はですね、何人の死も望まない、喜ばない方なんです。はい、あのここまでにしたいと思います。 このようなですね、神のイスラエルの民とのやり取り、申し出を通して示された神様の働き、決して忘れてはいけないと思います、そして私の信仰生活の大切な教訓と期待したいと思います。ではあの、お祈りをして終わりにしたいと思います。手にいらっしゃいます父なる神様、今日はモーセが残してくれた教訓、特に神明期の一生、初めのところに出てくる物語から学ばせていただきました。 過去を忘れると神様の恵みそして神様がどのような方であったかを忘れ目の前にある問題だけが大きくクローズアップされ私たちは戸惑いそしてまた恐れてしまいますしかし過去を振り返り神の恵みを忘れずそしてまた問題以上に神がいかに大いなる方であるかを覚えて進んでいくことができますようにまたこのような 神様からのメッセージが与えられていることも感謝いたします。これからも神明から学んでいきます。どうかその学びを祝福してくださり、そこに生きることができるよう力を与えください。この祈りを主エスキー人の皆によってお祈りします。アーメン。 それでは皆様お立ちくださいまして平行の賛美歌を一節小さな声で賛美したいと思います。 お祈りします天の神様、今日の安息日学校を初めから終わりまでお守りくださり、感謝いたします。これから私たちは礼拝に向けて心を整えることができますように、どうぞお助けください。今日はバプテスマ式もあり、皆さんで喜びの時となりますように、精霊の神様、どうぞお導きください。この時を感謝して イエス様のお名前を通してお祈りいたしますアーメンこれから10分間の換気の時間になりますので皆様、えー、感染に気をつけながらお過ごしください